あ、そうなの。自分が投げればいいのね。うん、人にやれっていう前に自分がやればいいんじゃないの。うん、もう分かんないけど、分かんないけどね、俺はよく、うん、別に自分の好きなように立ち回ればいいんじゃない。うん、あれでしょ、なんか豊かなんかでしょ、なんか沖縄の。もう絶対それ不可視だよね、 100%。 もうだからそういうのってな、何がしたいんだろうね、ゴマは。うん、あ、そうなんだ。え、嘘でしょ 100%。 そんなの言われなくてもわかるよね。うん、うん、てか俺ユタとかいた子とか絶対信じないから、俺悪いけど、うん、信じない信じない、まともな人間は信じないよそういうの。うん、ユタでありタロット占い師らしいよ。あ、もうだからもういわくつきなんだろうねきっとね。うん、俺そういう人間と関わりたくないからマジで。うん、まあね、まあほら配信者自体がおかしいから、うん、結局だそういうのしか寄ってこないんじゃない。嘘ばかりだねタヌキ。いや俺は分かんないよ、俺は聞いた話だよ、その聞いた話っていうか、あの神様の枠見てる時の会話とかだから。うん、はい、こんばんは。いや、そう、わかんないけどね、俺はね、よく。うん。うん。だから支援したいんだったらすればいいじゃん。うん。騙されやすく依存する。まあ、ほら、ね。まあ、ほら、ね。デリケートだからさ、29号さ。ね。ね、こっちが大人にならないと。ね。うん。花火強要コメントを。それはいかがだと思うよ、俺。うん。うん、自分がやればいいじゃん。うん。いちいち人にさ、やれとか言う前に自分がやった方がいいんじゃない?もうわかんないけど、それは。ね。うん。ケチと見抜かれて泣いちゃう。だからケチなことは悪いことじゃないから、別に俺は、俺は自分のあの使いたいものにお金使うわけで、うん、それってみんな一緒じゃんね。俺大金持ちでもないから別に、だから自分が必要と思うものにお金使うだけで、うん、そうで、それをケチって言うんだったらケチ、そう、アンドハニー、そう、蜂蜜はつかない。うん、密動員に家賃半分払ってもらってるってガチなんで、もう払ってくれんだったら払ってほしいよね、本当に。そんな甘い世界ないと思うよ俺。うん、うん、あなたのせいで病んできました、謝ってください。元から病んでんじゃないのきっと、知らん、わかんないけど、うん、元から病んでんじゃない。うん、いやそれ人のせいにしちゃダメだよ。あ、本当、仲間が出てたのに。あ、マジで。じゃあ明日買いに行くかな。あ、まだあるからいいや。価値観は人それぞれよ。うん、うん、嫌悪感しかないから。そうか、リスナーは騙さないからお金が入ってこないだけだよサメは。だっていらないもんお金。うん、今最初から頭おかしいと思うよな。うん、3分しか見えない。うん、タヌキで書いていいよ、いいんだよ、どんどん書けばいいんだよ。うん、遠慮する必要ないよ。じゃあね、そのメアリーがその神様のリスナーで、あの本当に慕ってんだったら助けてあげりゃいいんじゃないね。神を救ってあげりゃいいんじゃない別にね。あのね、自分がなんかね、殺人犯を愛したっていいと思うし、俺は全然寂しくない、楽しいよ。うん、俺一人が好きなんだよ。ブルガリの指輪なんか持ってんの、何回家にガチとされましたか、もう数えきれない。うん、なんか怒鳴られたらしい。うん、そう、神様の話。勘違いならすみません、鮫島さん、最近配信だけでと考えてない感じが、配信から少し距離を置いてます。てか、あのね、見てはない、あのふわっちを視聴はしてない、全く。うん、あの見るもんがないし、お前なんかね、いいとこつくねお前な、本当に鋭いと思う俺ね、正直配信飽きてる。
飽きてるっていうのは自分の配信は別に飽きてないんだけど、もう配信自体を見てない、全く笑わなくはないよ、笑ってるよ、うん、よくわかっ、よく気づいたね。俺別にその自分の気持ちは変わんないけど笑ってるよ、うん、まあ、笑ってないのかもね、もしかしたら、うん、そう、俺は今もう配信自体は全く見てない、うん、あの興味がない、また見る、だから自分が枠開ける以外はふわっちは開かないね、うん、あのなんかもう見たいとも思わない、うん、まあまあまあ笑ったか思って、うん、お母さんも自業自得だとは思う、嫌なら、娘と険悪になっても戦って追い出すで、まあ確かにな、保守的なんだろうね、うん、あ本当そう感じたんだ、うん、いや笑うよ、それは笑うよ、それは笑うで、はい、おかわり、うん、なんかもう別に見るもんないじゃん、別に、うん、リアルの方が楽しいね、全然 YouTube 見たり、うん、映画見たり、うん、俺ほんと見なくなったね、全く見なくなった今、入れ歯入れて笑う？